吉田さん、まあ続けていたからこそ出会える喜びとか苦しみとか気づきってのはあるでしょうね。まあだから気づく前にやめてしまうとか、たどり着く前にやめてしまうから堂々巡りなのかなとも思いますね、うん、で今回はね、ジョン・ロックフェラーでいきましょうか。まあネルソン・ロックフェラーとかいろいろあるんですけども、ロックフェラー財団、ジョン・ロックフェラーはね、成功の秘訣についてこう語ってるんですよ。成功の秘訣は当たり前のことをとびきり上手にすることだってことですよね。まあこれも凡事徹底とそのまんまその通りなんですけども、コツコツ誰もができることをずっと続けていくこととか、さらに上手にやることによって誰もいけない領域に行くのかなと思うんですよ。だから特別ななんかノウハウとか人脈とかルートがあるわけじゃなくて、それこそ道のど真ん中をどう丁寧に歩いてそこに宝を見つけていくかっていうことなのかなと思いますよね。やっぱ同じように見えても違うように見なければならないし、違うように見えても、まあ、恐れることなくひるまずにね、進まなくてはいけないのかなっていうところを、このジョン・ロックフェラーから学んだかなってことですね。じゃあ行ってらっしゃい。